んにちは、ほみほみドッグトレーナーゆかです。あなたのワンちゃんは例えばお座りするときに 1,2 歩離れて遠くでお座りしたりしないですか？そういった一定の距離を保ちたがるワンちゃん結構多いんです。そんなワンちゃんもあなたのぴったり近くで離れずにお座りとか伏せとかしてくれるようになったら嬉しいですよね。今日はそんな距離を取りたがるワンちゃんと距離を縮めるためのトレーニングをやっていきたいと思います。壁にもたれてやってもいいんですけども、今日は椅子に座ってやっていきます。まずワンちゃんの大好物のおやつを両手に持ちます。ステップ1は両手のご褒美で足の間にぴったり入るくらいまでおやつのパワーで近づいてもらいます。おりくん、いい子だね。距離保ちたがるワンちゃんは食べたら急いでたがりたがりますけども、繰り返し繰り返しやってるうちに自ら近づいてくるようになります。いい子、おりくん、いい子。ステップ2は OK、離れてまた戻ってくるというふうにやりたいので、1個おやつをポンと投げて自らワンちゃんが近づいてくるのを待ちます。ちょっとまだだなと思ったらまたおやつで誘導してあげて OK です。おりこ、いい子だね。おりこ、いい子。近づいてくれた時はたっぷりご褒美あげてください。 OK、 いい子いい子。自分でも近づいてきましたね。この人に近づくといいことがあるってなってくると、自分でどんどん近づいてくるようになります。そうそうそう、いい子いい子、かわいいね。おりこおりこ。ステップ3は合図でできるようにしていきます。私はフロントという合図でやっています。じゃあ OK、 ななちゃんフロント、そう、いい子、オリコ、いい子だね。イエス、オリコ、オッケー、オッケー、オッケー。いろんな向きでやってみますね。フロント、いい子、そう、いい子、オリコ、オッケー、オッケー。ナナ、フロント、そう、いい子、イエス、オリコ。最後は手のおやつを抜いてもできるようになるととってもいいですね。おやつがなくても信頼が高まればぴったりついてそばで指示待ちっていう風になります。ということで、このフロントぴったりそばについてお座りの練習は絆を深めるのにもとってもいいので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らすための方法や考え方をお伝えしています。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。